なし。お気に入りのカットは5月です。今回こう気を張りすぎずプライベート感が出るようなナチュラルな、なんて言うんだろう、リラックスした状態で撮影に挑んだんですけど、このカレンダーの中でも一番リラックスしてる状態で、実際に寝ていてすごくゆるくずれてるかなと、5月ゆるく過ごしていただけるかなと思えるショットです。この冬楽しみにしていることは、なんだろうな、家族となんか温泉行きたいなっていう、もう家の近くとかでもいいですけど、なんか父親と一緒にお湯に浸かってちょっと話すで、温泉から出た後にグビッと飲むみたいな、そういう瞬間があったらいいなというふうに